ゴッタルド鉄道トンネルで入り口殉職者、異例ヒゴッタルド鉄道トンネルは、スイスの鉄道トンネルである。現在のトンネルは、全長15キロメートル。ゴッタルド鉄道の最高地点にあり、ゴッタルド3階を貫いて、ウーリー州、ゲシェネンとティチーノ州アイロロを結んでいて、ゴッタルド峠の下を通っている。標準起伏線のトンネルである。トンネルは、ゲシェネンの北側入り口から、 上り勾配で8キロメートル進み、最高地点に達し、そこから2キロメートルの地点で、ウーリ州とティチーノ州の境界を越える。そこから5キロメートル下って、アイロロの南端出口に到達する。スイス連邦鉄道の列車でおよそ7から8分の所要時間である。トンネルの建設は1871年から1881年にかけて行われた。スイスの技術者、 ルイ・ファーブルによって指揮されたが、彼は1879年に心臓発作でトンネル内で亡くなった。建設は財政、技術、地理的な問題により大変困難なものとなり、正確な数は不明であるものの200人以上の労働者が険しい地形が原因で亡くなっている。トンネル内への水の侵入や圧縮空気を利用した残土輸送システムに巻き込まれるといった理由が、 多かったとされる。1875年には労働者のストライキが発生したが、スイス軍により鎮圧され、4人の死者と13人の負傷者を出している。ヴィンチェンツオベラによって作られた殉職者の慰霊碑が、アイロロの駅舎のそばに建てられている。トンネルは1882年に運用を開始した。ルツェルンからイタリア国境のキアッソまでの私鉄だった。 ゴッタルド鉄道が運行していたが、1909年にスイス国鉄によって国有化された。1920年に電化されたが、なお運行が続けられていた蒸気機関車の煙からのススが外資に付着して絶縁破壊を起こすため、電圧はスイス国内標準の交流 15KV ではなく 7.5KV に制限され、蒸気機関車の全廃に伴って昇圧された。 ゴッタルド道路トンネルの開通まで、スイス国鉄はゴッタルド鉄道トンネルを経由するピギーバック輸送を営業していた。今日では、スイス国内の高速道路を通過するトラックを削減するために、ドイツとイタリアを結ぶピギーバック輸送を営業している。2001年の2ヶ月間のゴッタルド道路トンネルの閉鎖に際しては、ゲシェネンとアイロロの間で、 暫定的なピギーバック輸送が行われている。2012年6月、峠区間で落石があり、鉄道トンネル区間の使用が一時的に不能になった。このため鉄道が一手に担ってきた危険物の輸送が滞るようになり、厳しい政権下で並行するゴッタルド道路トンネルに危険物輸送車両を走行させる特例措置が設けられた。 1980年にゴッタルド道路トンネルが開通している。また、アルプトランジット計画の一環として、ゴッタルド鉄道トンネルより約600メートル標高が低いエルストフェルトとボディオの二つの町を結ぶ新トンネルモッタルドベーストンネルの建設が1993年から進められ、2016年6月1日に開通した。新トンネルは、 全長 56.7km で青函トンネルを抜いて交通機関に共用するものとしては世界最長トンネルである。ありがとうございます。